せ古墳群がこの中いっぱいあるんでですね、ここそうですか、これがやっぱり風邪みたいわ。前田さん、いずれやったんな、さっき。おお、看板がなかった、そこに小須山古墳群、はい、看板が見えへんけど、これが上池北古墳と上池南古墳、ちょっと分からせてもらおうか。これ湯布院ね、ちょっと見上がってみましょうか。もう海も流れるんだ。はいはいはい、誰も上がった後ないね。おお、これ大きいわ。これちょっと崩れかかってるな。乾燥感じな感じになってるんだよね。湯布院がね、なんか入ってたんだね。あ、石棺があんねやわ。どこから石棺見えるのかね。緊急やから、はい、石棺見えましたけど、石棺のとこ残ってんの。石棺まで残ってないか。おお、この組み方もね、上がね、ちょっとね、もう崩れかかってんだよね。うわ、割れたやな、あれな。割れてますわ。ということはね、ちょっとイメージ分からへんだけど。こっちが南か？ここ南になるか？東に見とるような感じやけどね。ちょっともう一回見てみようか。ああ、南向いとるね。まあ石棺が入ってないけど、このね、石はものすごいの使ってますわ、これ。あら、なかなかうまいとこ作ってますよ、これ。ね。はい、石棺見てたいですね。風がすごいね、今日は。あ、行けまへんか。上がれないか、これ。これね、こっちが大きいんだけどね、
感じでしたね。残念でございますね。何にもわからんか、これでは。まあこの地図から行きゃね、この雪が横にあるのかね。雪ないんだけどね、わからんな。古墳だらけだよね。お、これ。水仙だから、5万本の水仙も一歩ほどいかなかったな。まだ咲いとるかね。おお、見とるわ、ここから見えるか。まあ、横5分いっぱいあんねや。ダメだな。もう古墳だらけ。あ、この辺はずっと古墳やで、古墳何基もあるんだよね。